よろしくお願いします。JBC ケンウッドの、メディア事業統括部ソリューション企画グループ中島と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに、私のアジェンダになるんですけれども、まずはじめちょっと会社紹介させていただいて、続いて高解像の 8K の表示の技術と、あと、フライトシミュレーターのご紹介で、最後に HDR ですね、ハイダイナミックレンジの技術概要と、あとはそれを応用したお話をさせていただければなと思っております。まずはじめに会社紹介になるんですけれども、JVC ケンウッドはですね、2008年にケンウッドと日本ビクター JVC ですねが合併して設立されました。で、オートモーティブ分野とパブリックサービス、メディアサービス分野、大きく3つに分かれているんですけれども、カー系はカーナビ、あとはヘッドマウントディスプレイですね、そういったものをやっております。パブリックサービス分野に関しては、セキュリティシステムや無線システム、あとは、業務用の医療系のモニターですね、そういったものをやっております。で、最後にメディアサービス分野なんですけれども、AV アクセサリー、ヘッドホンや、あとカムですね、カムやあとプロジェクター、あとはソフトエンターテインメントなどをやっております。で、今回のちょっとお話はですね、ちょっとこの映像系機器の方、プロジェクターが主になるんですけれども、ちょっとそちらを絡めたお話になります。で、初めに、ちょっとざっとプロジェクターの商品説明になるんですけれども、民生のプロジェクター、これはホームシアター系ですね、とあとは、業務用のプロジェクター、こちらは、プラネタリウムや、航空機シミュレーターなどの、ところで使われているものになります。はじめに、高解像度表示という、内容になるんですが、はじめに、まず最近 8K というのはよく聞かれると思うんですけれども、来年に、NHK さんが試験放送を始めて2018年に本放送始まるといった感じで、最近よく 8K というのを聞かれると思うんですけれども、8K っていうのは、7680横ですね、縦4320っていう、非常に広い解像度のフォーマットになります。2K フル HD と言われたものの16倍、4K と言われたものの、約4倍の解像度になります。で、非常に、広大な画素なんですけれども、昨今の GPU の高性能化と、あとは、表示装置側の高解像度化がありまして、大量のデータの可視化なんかや、リアルなデータを表示するといったことができるようになってきております。で、8K というのを単体の表示デバイスで、表示するというのはまだやはり結構コストがかかっておりまして、それに関して、弊社の方でイーシフトテクノロジーというのを採用したプロジェクターというものを、開発販売しておりまして、そこの説明になるんですが、イーシフトテクノロジーというのはですね、画素、この固定画素があるんですけれども、水色の固定画素に対して、画素を、斜め方向に紫色の方ですねにずらすことによって、水平垂直解像度をそれぞれ、約倍に増やすといったものを商品化しております。で、こうずらすっていうのは、このプロジェクターの、中に光学デバイスがありまして、その光学デバイスで、斜め方向に画素をずらすといったことになります。で、そうすることによって、これが元のサンプリングしたデータに対して、斜めに画素をサンプリングしたデータというものを、合成することによって、ちょっと分かりにくいんですけれども、解像度を向上させといった技術になります。で、結構それやるのって結構大変なんじゃないかというようなこともあるんですけれども、NVIDIA さんの、クワドロというカードがですね、こちらの e シフトをサポートしていただいておりまして、クワドロのモザイクという機能が使えますので、それによって、単体の画面を表示することで、汎用のアプリですねというものを、簡単にさまざまなアプリケーションを高解像度に表示するといったことができます。具体的にはクワドロの K6000 や M6000
などといったものがサポートしておりまして、まあ、4出力のモザイクモードで、Gシフトの 8K のデータを表示することができます。で、まあ、具体的な操作なんですけれども、まあ、モザイク画面を出していただいて、まあ、2048×4800 といった、まあ、縦短冊と呼ばれるモードになるんですけれども、まあ、これを4つポンポンポンと並べていただくとちょっと見えにくいんですけれども、まあ、総解像度が 8192×4800 といった出力をもう勝手にドライバーがサポートしてくれてますので出力することができます。で、具体的にそのドライバーをが何をやっているかといいますと、まあ、アプリケーションのデータ、横が8192、縦の解像度が2400画素に対して、まあ、ここのデータですね、 A と書いてるところと D っていう書いてあるところのデータをサンプリングして、まあ、ドライバーが、まあ、時間軸をずらすんですけども、 60Hz の垂直動機に対してここの A のサンプリングデータを表示で、次のフレームに D のサンプリングデータを表示するというのを交互に繰り返すことによって eShift 8K を、表示することができます。で、まあ、実際にはこのデータをずらすプラス、まあ、プロジェクター側が光学的に画素をシフトすることになります。まあ、お手軽に 8K の再生を1台のプロジェクターでできるといったものになります。で、まあ、続いてのご紹介なんですけれども、もう一つデルタメディアサーバーというものがございまして、非圧縮サーバーになるんですが、まあ、こちらもあのクワドロのカードを積んでいただくと、まあ、セブンスセンスサーという、イギリスの会社になるんですけれども、まあ、こちらのサーバーを使うことで、まあ、こちらも 8K シフトの動画を、サポートしていただいております。で、まあ、こちらの場合は、連番ですね、非圧縮のデータを連番で再生するという形になるんですけれども、まあ、それを再生することで高解像度な CG やビデオソースといったものを再生することができます。で、まあ、こちらは12ビットの出力のサポートと、あとはまあ同じように先ほどの、まあ、NVIDIA のドライバーと同じような4出力の出力になります。で、続いて、まあ、この eShift 8K と呼ばれるものが使われている一番多いのが、フライトシミュレーターになります。ですので、ちょっとフライトシミュレーターについて少しご紹介したいと思います。今回はこの CRVS と言われる、ボーイング社ですね、ボーイング社のフライトシミュレーターになります。で、グラフィックカードがですね、さっき今から散々クワドロと言っていたんですが、こちらはGeForceになります。GeForceの GTX980 やタイタン X といったものを、使用しています。で、アプリケーションとしましては、ダイヤモンドビジョニクスっていう、まあ、ジーニアス RTX ですねといった、アプリケーションベースでシミュレーターが動いております。で、表示デバイスとしては、まあ、弊社の 8K シフトプロジェクターというものを使用しております。で、ちょっと、ボーイングさんからお借りした資料をちょっと見ていただく感じですね。で、こちらの CRVS になるんですけれども、こちらですね、複数のプロジェクターを利用するタイプですね。こちらは 1,2,3 台使っているんですけれども、まあ、複数のプロジェクターを利用して、こちらは180度ですね、180度の表示をしております。あ、勝手にする。で、他にも、プロジェクターを増やすことによって360度といったシミュレーターなどもございます。で、続いてこちら CRVS ランドスケープというものになりますが、こちらはですね、1台のプロジェクターを利用して、こちら1画面ですね、1画面を、まあ、ジオメトリ変形させて、こちらコストを抑えたタイプになるんですけれども、こういったものもあります。で、この 8K シフトを利用した CRVS といったものは、まあ、次のページですかね。ですね、特徴がありまして、解像度の向上ですね。こちらちょっとビデオになって動くようになっているんですけれども、まあ、4K のプロジェクターに対して、こちらが eShift 8K プロジェクターになります。ちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、4K に対して、まあ、明らかに解像度の向上が見られ、2025と呼ばれているんですけれども、まあ、日本でいうと、まあ、視力 1.0 の人が見ている映像っていうレベルですね。というのが、まあ、ここが見えると、ここがこの線が3本あるんですが、ここが見えると、
まあ、それぐらいの解像度があるということなんですけれども、まあ、それぐらいの、解像度の向上が見られるといったものになります。で続いてこちら飛行機がくるくる回っているんですけれども、ここですね、こう 4K プロジェクターに対してこの eShift 8K プロジェクターって、ここに線がちょっと見えるんですけれども、こういった線が見えることがちょっと非常に重要らしくてですね、こういった線が見えることや、あとはここに3個ぐらいこう丸があるんですけれども、こちらセパレートしてなくてですね、こちらセパレートしているといったところ、まあ、そういったところですね、解像度の向上感が 250% ぐらい見られるといったデータがあります。でこちら最後、アンチエイリアスになるんですけれども、4K プロジェクターに対して eShift8K プロジェクターはこの遠方ですね、遠方、まあ、かなりエリアスかかっているところが、まあ、きれいに見えるといったような仕様になります。ではこちらが、フライトシミュレーターのご紹介になります。すいません。で最後に、あの先ほどの、フライトシミュレーターに使われていたのがこの VS4800 といった商品になるんですけれども、まあ、こちら解像 8K シフト対応、コントラストが1万対1、階調性能が 12bit、 入出力 12bit になります。まあ、このようなプロジェクターが使われて、シミュレーターに使われております。で続きまして、HDR の方になるんですけれども、まあ、最近あの民生なんかでもですね、ウルトラブルーレイですとか、あとはドルビービジョンとかですかね、最近 HDR という言葉が結構聞かれると思うんですけれども、こちらについてちょっと簡単に説明したいと思います。で HDR、 ハイダイナミックレンジとはですね、高輝度と高コントラストを両立することによって肉眼に近い視覚効果を実現するといったものになります。で、まあ、人間の目というのがですね、大体1000万対1以上、24ストップ以上、まあ、人間の目はダイナミックレンジ、明暗差を、見分けることができるんですけれども、まあ、それに対して現行のカメラ、まあ、ハイエンドのものは16ストップ、6万対1以上のダイナミックレンジがあります。まあ、しかしながらですね、今まで の、 あの一般的な液晶モニターなんかはですね、ダイナミックレンジがですね、1000対1ぐらい、だいたい10ストップぐらいっていうのが、まあ、デフォルトのモニターになるんですけれども、まあ、今までの人間の目に比べてかなりダイナミックレンジが狭い、カメラに対しても狭いといったものになるんですけれども、最近言われている HDR モニターって言われるものは、まあ4万対1といった、まあ、これ弊社の HDR モニターなんですけれども、まあ、数万対1以上のダイナミックレンジを持ったものがありまして、まあ、カメラのダイナミックレンジに近づけるといった、まあ、デバイスが出てきております。で、まあ、HDR ディスプレイの特徴なんですけれども、まあ、まずこの今まで、ですね、明部に、データを割り振ろうとしますと、明るい部分を飽和しますし、暗部なんかも浮いてしまう、または、暗いディスプレイですね、あの暗部を出そうとしますと、まあ、暗部が潰れてしまう、またきらめきが逆にこの明るい部分ですね、といったものが表示できないといったことが、まあ、今までモニターではまあよく見られていたんですけれども、まあ、こちらはあの明部と暗部といったところを、HDR ディスプレイというものは同時に表示することができるようになってきております。で HDR ディスプレイのまあ光学的な用途といったところなんですけれども、まあ、各種工業デザインや設計検証、建築デザインや、採光設計、あとは美術館などや、ポストプロダクションなど制作関係といったところに、まあ、使われていくんじゃないかなというふうに考えております。で次にですね、まあ、先ほどの、まあ、こんなところに使われるんじゃないかというのに対して、まあ、一応デザイン設計分野にへの展開について、ちょっとご紹介したいと思います。まずデザイン設計分野へということで、まあ、何がメリットなのか、まあちょっと先に言ってしまいましたね。ですね、まあ、あのこちらが、なぜ有効なのかと言いますと、ですね、まあ、シミュレーション結果をより忠実に再現するといったことになります。で先ほどご説明しましたように、今まではですね、明部暗部というものがですね、
明確に表示することができませんでした。なのでいくら GPU で頑張ってシミュレーションしてもですね、その結果を反映するといったときに普通のモニターで反映しますと、まあ、どうしてもですね、一生懸命作ったんですけれども現実にそのデータを起こしますと、まあ、一致しないなど、まあ、そんなことが多々あったようです。まあ、そういったものをシミュレーション結果をより忠実に再現することによって、まあ、デザイン検証ですね、デザイン検証や灯体、まあ、このようなランプの光学シミュレーションなどといったものに、まあ、応用することができるのではないかということになります。でメリットとしましては、承認作業の、迅速化だったり、まあ、試作数を、削減する、まあ、これはあのシミュレーション結果 と、実物が、まあ、より近いことによって、まあ、こういったメリットが、出ることになるのではないかと考えております。まあ、アプリケーションの例になるんですけれども、まあ、こちらの、5階のですね、メインホールの外側に、一応 HDR の70インチモニターっていうのをまあ出しているんですけれども、そこにですね、VLED 社のですね、アプリケーションを、表示しております。これまあイメージ例なんですけれども、まあ、こういう暗部の会場のところと、あとまあこういった明るいところですね、まあ、数千カンデラといった、まあ、ランプの反射や、まあ、数カンデラぐらいのすごい暗いところですねといったところがまあ明確にリアリティを持って表示できているというふうに思います。一応あの5階のメインルームの外側に展示をしております。まあ、実際に見ていただきたいと思います。でですね、そのデザイン分野にですね、まあ応用していく中で、まあ、このキャリブレーションというものがですね、まあ、非常に重要になりまして、まあ、先ほど言ったみたいにですね、まあ、シミュレーションの結果と現実を合わせないと、まあ、そういった分野に、適用することができないんですけれども、まあ、大きく3つ分けておりますが、まあ、色調整ですね、まあ、所望のカラースペースと色温度というものをシミュレーターと合わす必要があります。また、モニター間の差をなくす、まあ、例えば設計者が設計して、まあ、承認いただくときに別のモニターで承認いただくといったときに、まあ、色とかが変わっているともう全く違うものになってやり直しといったものがありますので、この色調整、まあ、キャリブレーションが重要です。あとガンマ調整ですね、まあ、これもですね、そのシミュレーター側のガンマカーブと、モニター側を、一致させる必要がありまして、まあ、このキャリブレーションをいかに正確にモニターでキャリブレーションできるかといったことも重要になります。あとピーク軌道調整といいまして、まあ、これはちょっと弊社の例に限るんですけれども、まあ、シミュレーション結果の軌道値、まあ、例えば100カンデラとかシミュレーションでここが100カンデラだよとかって出た場合に、まあ、アプリケーション側で、その100カンデラになるようにといったのを、設定し、そのディスプレイ側の軌道を、マックスだったり、まあ、中間調だったり、まあ、その結果を、合わすといったこともこちらも重要になってきます。まあ、ですので、まあ、明るいモニターというのも、重要なファクターの一つになります。で最後なんですけれども、最後ちょっと弊社の商品のご紹介になるんですけれども、まず36インチ HDR モニターというものが、ございまして、こちら、最大輝度が4000カンデラぐらい、まあ、これまだちょっと決定してなくてですね、今年の冬ぐらいに発売されるのでちょっともうちょっと明るくなるかもしれませんが、まあ、一応今は4000カンデラぐらいで、コントラストとしては4万対1ぐらいで、まあ、光り輝く明部と暗部といったものを同時に表示して評価することができるようになります。まあ、テールランプなどはまあ36インチぐらいで、まあ、評価できるのではないかと。階調性能に関しては12ビットを入力することが可能になっております。でもう一つ、こちらが、70インチの HDR、 こちらちょっと先ほど説明しましたあの5階の方の、展示してあるものになるんですけれども、最大輝度が、7000カンデラ、ダイナミックレンジでいうと、まあ、13ストップぐらいあります。で、まあ、画素 4K の画素、あとは、大型な灯体や、室内装飾なんかをリアルサイズに表示できるようなサイズとなっております。あとは、まあ、明るさやサイズなんかは、こちらカスタマイズが効きます。
一応これで以上私の説明になるんですけれども、まあ今日も時間が多分ないと思いますので、その5階の70インチの HDR モニター見られてない方など、まあ、ちょっとご興味ある方は、まあ、この後私にまあご連絡いただければ弊社でもHDR モニターや 8K の、プロジェクターですね、まあ、そういったものを、見ていただくことなどもできますので、もし何かこんなことがやりたいなど、まあ、ご相談等あれば、まあ、この後お声掛けいただければ幸いです。以上私からの説明になります。続いてありがとうございます。切り替えですか。中島さんありがとうございました、はい、続きましてちょっと時間は押しているんですけれども、部屋の方は十分時間取られてますのでエルザージャパンの観音様より、次のセッションをお願いいたします。すいません、少々お待ちください。あ、すいません、一応決まりの時間としては残り5分しかないんですけども、多分35分ぐらいで終わると思いますので少々ご辛抱いただければと思います。まあ、最後になりますけどもよろしくお願いいたします。エルザジャパンの菅野と申します。私の方からはですね、こちらにあります通り、今JVC の中島様から、お話しいただきました、次世代グラフィックス 8K と、HDR の現状と、今後の動向ということで、その続きをその2ということで、やらせていただこうと思っていたんですが、中島様の内容が非常に素晴らしく、私の方から言うことは特にないかなと思いましたのでちょっと切り口を変えまして、私の方からはですね、NVIDIA クアドロ、まあ、今回も、NVIDIA の柿沢様の方から、今後、クアドロはここにフォーカスしていくよという話があったんですけども、そこにもう一個私の方は追加をしていこうかなと思います。ちょっとその話をしようと思います。じゃあそれは何かというところなんですが、それが、こちらでございます。ドンとデジタルサイネージでございます。ちょっとリアクションがあまりないんですけどすいません、デジタルサイネージ、まあ、昨今非常に、例えば駅ですとか、アパレル、まあ、洋服の店舗とかで、まあ、皆さんよく見るようになってきてるかと思います。まあ、特に駅なんかではですね、まあ、JR の駅なんかは非常に多くのパネルを使っていろんな情報、広告なんかが流れております。で、まあ、そのデジタルサイネージなんですけども今後さらに飛躍的に伸びていきます。まあ、なぜ伸びていくかというともう皆さんお分かりかと思いますけども、2020年にこちらがありますね、オリンピック、東京オリンピックです。今回このロゴをど何使うかちょっと非常に悩んだんですけどとりあえず無難なやつを選びました。まあ、冗談をさておきまして、2020年に向けて、このデジタルサイネージというのが、飛躍的に伸びていきます。でこちらが市場調査によるものでこのようにもう数字も明らかに出ております。現在2015年が、だいたい2400億円ですか、これぐらいの市場規模でしょうというものがちょっとすみません2020年の数字じゃないんですけども、2018年までに、約8000億円3倍強ですか、それぐらいの市場規模になりますというふうに、出ております。まあそういう意味でそれぐらい市場が伸びるとこに対して、まあ、我々も、フォーカスしていきたいというところで、まあ、今回この話をさせていただいてるんですけども、その、2020年に向けてデジタルサイネージがどのようなデジタルサイネージというのが、広がっていくか、そういったところなんですけども、これはまああくまで私が考えることなんですけども、先ほどその駅とか、アパレルで、
流れてるデジタルサイネージというのは、まあ普通にその、まあビデオが普通にループして流れてるだけだと思うんですけども、そういったものがこれから進化していくだろうと思っております。そこのキーワードが、3つ私の方では想定しておりまして、まず1つに、パネルの高精細化、こちらですね。現在の、デジタルサイネージはすべてフル HD のパネルを使っておりますですが、今後は、4K、まあ、これはもうこれから出てくると思います。でさらには、まあ、弊社の今回のブースでも展示してましたけども 8K のパネルを使った、デジタルサイネージというのも、出てくると思います。まあ、そういった意味で今後のデジタルサイネージのキーワードの一つ、高精細化というのが非常に重要になってくるであろうと、想定しております。そして、2つ目、多面化です。まあ、東京駅なんかあと新宿かなにも、まあ、デジタルサイネージその1面使ったものではなくて、例えば4面パネルを使ったサイネージ、多いところでは9面のデジタルサイネージなんかも最近増えてきました。ですがこれもですね、その大画面化を目的としてさらにパネルを多く使ったデジタルサイネージというのが今後広がってくるであろうと考えております。さらには単純にその多く並べたパネルをまあ、横に並べるだけ縦に並べるだけではなくて、その並べ方もこう何でしょうね、インパクトのある並べ方をしたサイネージというのも今後伸びてくる主流になってくるのではないかなと思っております。そして最後に、まあこれコンテンツの話ですけども、インタラクティブ性を持ったコンテンツ、こういったこのものも出てくるであろうと。まあ、先ほど申しましたけども現在のデジタルサイネージはまあ大体ビデオ素材がひたすら流れてるだけですけども、今後はパネルの前にカメラセンサーがついて人が通るとそれに合わせて 3D の CG コンテンツが流れるとか、そういったもののまあより注目度が増すコンテンツというのも増えてくるだろうと思っております。で、まあ、そういう意味でこの高精細化、多面化、インタラクティブ化、この3つよくよく考えるとやはりグラフィックスボードというのが非常に重要になっていきます。まあ、そういう意味でクアドロというところをこれからフォーカスしていきたいんですけども、まあその中ですでに事例がございます。こちらはですね、去年我々の方で協力させていただきました、羽田空港さんの、国際線ですかね、こちらの、デジタルサイネージなんですけども、こちらは、縦3面、横12面の36面のデジタルサイネージになってます。で、まあ、こちらはですね、トータルで16K の、ドットバイドットで 16K のビデオファイルがずらーっと、流れるような、仕組みが、施されておりまして、そこにさらには、先ほど申しましたそのセンサーですね、センサーが、組み込まれてまして、人が通るたびに、3D の CG がインタラクティブコンテンツが流れるというような仕掛けなんかも施されている非常に未来性の富んだデジタルサイネージというのがもうすでにございます。でこちらのバックエンドのシステムは、クアドロ K5000、 これちょっと前のモデルですけども、クアドロ K5000、 あとクアドロシンクという同期用のカードが、PC にそれぞれ1台ずつ入ってまして、その各々の PC を12台、連結させて、先ほど申しました 16K の動画ですとかインタラクティブのコンテンツを、リアルタイムに表示することができるような形になっております。ということで、
今の羽田の事例でお話ししましたけども、今後のそのデジタルサイネージというのはですね、単純にビデオファイルを流すだけではなくて、インタラクティブ性の富んだコンテンツ、あとはその高精細化、あと多面化というデジタルサイネージが今後伸びていきます。そういったところで我々としては NVIDIA さんと力を合わせまして、そこの市場に対して猛プッシュをしていきたいと考えておりますので、ちょっとすいません、題名とはちょっとだいぶかけ離れた話になってしまったんですけども、もし今こちらで来ていただいているお客様の中でデジタルサイネージに興味があるというお客様がいましたらですね、この後私の方にお声掛けをいただければ一緒のビジネスができるかなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。よいしょ。本日はどうもありがとうございました。